業を経て現在はレギュラー番組が2本に激減したベッキー、その一つである北海道からハジテレビをめぐって北海道のファンから不満の声が上がっているという。ドサンコライターがささやく。1月にスタートした同番組は生放送で、ベッキーは毎週札幌のスタジオまで足を運んでいました。ところが7月からは生放送ではなく録画分を編集なしで放送する取って出しに変更。これなら放送日に合わせてライドをする必要がなくなるほか、まとめ取りも可能になります。 MC の千原ジュニアやベッキーにとっては都合のいい話ですが、道民としては生放送にこだわってもらいたかったですね。さらに同ブログにはベッキーはベジタリアンで、しかもオーガニック素材にこだわっています。そこで番組側も気を使ってオーガニック弁当を用意し、ベッキーは感謝の気持ちを綴っていました。しかし道民にしてみれば、せっかく北海道で仕事をしているなら北海道らしい食材を堪能してもらいたいもの。番組では旬の食材を紹介しているのに、その裏では東京でも食べられるような小綺麗なオーガニック弁当を口にしているのかと残念な気持ちです。どうでもいい、不快すぎるだろ、嘘つき不倫ライン女、そろそろキー局に復帰させてもいいと思う。道民ってわがままで面倒くさいんだな。道民だけど弁当なんてどうでもいいわ、好きなもん食え、じゃがいもと夕張メロンばっかり食わせとけよ。ベッキーはベジタリアンで、しかもオーガニック素材にこだわっています。ベジタリアンだけど男関係は肉食、あのガリガリは食事のせいか、オーガニックも考えもんだな、さすがに言いがかりだわ。そこまで飯に気使ってらんねえだろ、福岡で仕事しろよ。商業施設がベッキーで広告出すくらい好意的だし、食欲ないって言ってて焼肉行ってなかったっけ、ベジタリアンに変わったの。北海道なんてめんどくせえから本当は行きたくないんだよ。一人でラーメン食べに行ったり焼肉屋で見かけたりされてなかったっけ、こいつ渋谷のハンバーグや焼肉ラーメン屋が行きつけじゃねえの。わがままだなベッキーって。ドサンコライターってなんだよ、ベッキーが気に入らないからムカつく。まで読んだ、肉食系だけどベジタリアンだと、あ、この話まずい、すんまそん。ベッキー以上の大嘘つきクズの宮迫は出続けてるね、超人気なさすぎ、懺悔飯として毎食天下一品食えよ。何年間 CM で使ってもらったんだビッチ。以前は天一食べたくなったらポスターを貼って内店を選んでたわ。知らねえよって感じの感想文。オーガニック野菜しか口にしないという意識高い系のふりしてるだけだろ、こいつ大嘘つきだからな。全国ネットで仕切って後輩タレントをいじめた人が今や北海道ローカルで生放送すらしなくなったのか、これ見てる人いるんだろうか。ネットに動画あったから見てみたけど、ジュニアにばかり喋らせてて共演がベッキーである必要が全くなかった。司会ベッキーお願いします。ベッキー続いてはこちら、これだけのためにいるからな、それでギャラは高額。待て待て、ベジタリアンって天下一品のラーメン食っていいのか。確かにベジポタスープではあるが、エリア外の人間からしたら北海道のテレビ事情はどうでしょうが、無双してるイメージしかない。今も男に関しては肉食なのにな。ベツキーも忙しくなったんだな、いいことだわ。いや、メインは千原ジュニアだろ、なら千原ジュニアの意見なんだろ、ほとんど言いがかりにしか聞こえない。生の時は見てたけどな、録画になって見なくなった。体に気遣ってる割に顔はパンパンやな。不快だから二度と